超有名曲の歌詞に出てくるグルメを作詞者自らの監修で正確に再現しようという夢の企画。今回協力してくれたのは湘南の風若旦那さん。あのパスタは、さらに山崎まさよしさんも登場。やっぱりシチューは、うわすごいよこれ。みんなが気になってたあのパスタやあのシチューのレシピが決定します。あ、というかそのもう時期がごっちゃになっちゃうけど、めちゃめちゃ料理作るじゃないですか。それはもう言っとかないと。この間はちょっとかばったけど、また言ってる。あれどうでしょう。いやじゃあ止めますって言ってたんだから、その時もうしばらくはって言ってたから。あれ今年初めてお会いしてます。今日違うよ。何言ってんの。違いますよ。あ違うのか。1月ってありましたっけ。ハムスカありましたよ。うちのあの残りのアホ3人来たでしょ。だってああそれ1月か。そうです、そうです。まあまあ確かにね、12月と1月はちょっとごっちゃになっちゃいますけど、さああの時に、はい、その本心ですけどかばったじゃない。そのなんかアスカちゃんすごいご飯を乗せてますけど、はいはいはい、行ってやってくださいって言って来て、いやいやそれはいいんじゃないっていう話をしたら、はいはい、いやまあ確かに乗せましたけど、まあもう一旦って言ってたのあの時。はい、言いました。一旦やめましたよ。ほんとちょっとじゃない、2週間ほど。ほんとちょっとだけ空いたらなんかあんかけみたいなのを作ってたでしょうよ。はいね、だからやっぱもう結構ライフワークになってきたんだよね。そういやいやいや、そんなことないんですけど。いや乗せてもいいなっていう一個になった感じでしょ。今までもやってなかったわけじゃないじゃん、きっと料理は。あ、未だに別に乗せたいな、ガンガン乗せていきたいなっていう気持ちは特にないんですけど、うんうんうん、あまりに皆さんが盛り上がってくださるから。いやそう盛り上がるんじゃない、やっぱりそれは。もう常にやっぱ今私のファンはかわいそうっていう気持ちがあるので。そう言ってたね前もね。そうですそうです。だからなんか投げとかないとなっていう。何かをね、はい、なんかさあんかけのテリーに自分が映ってるとかそういうのやったら、よーく見たら、あーテリーでこうとか。キモくないですか。逆にもう自分の顔とか、うん、できれば指とかも映らないようにこう頑張ってよりで撮ってます。逆にねもうそこはね、はい、いや、うん、さ一応2回目だから言っとくよって話ね。これねやめるって言ったから、うん、やめるって言ったじゃんって思ったから俺、うん、一応言っといた。あんかけ作ってたから。あでも今一旦休止してます。あ、まあまあ、これぐらいなんだ飛鳥さんの中での一旦休止っていうのはね。それが分かんなかったから言ってたんだけど、うん、まあ確かにね今一旦やんでるよ。分かる。一旦そうです。あ分かりました。やめてます。 OK。2006年発売湘南の風純恋歌。一途な愛を描いた歌詞が幅広い世代の人々の共感を呼び、オリコンカラオケチャートで25週連続1位という記録を残した大ヒット曲。その中でも冒頭に出てくるパスタのフレーズは注目を集め、当時何パスタなのかの考察合戦にまで発展したが、真相は闇の中だった。そこで作詞した本人に突撃取材した。湘南の風若旦那です。担当直入に伺いたいと思います、はい、よく受けてくれた。あのパスタってズバリ何パスタってイメージあるんですか。あのパスタはたらこレトルトパスタ。えへえ。うわすげえ話だな。大親友の彼女の連れが作ったパスタ、正体はまさかのレトルトのたらこパスタだった。まあ、設定があるんですけど、うん、ジャマイカにずっと長期留学というか長期修行してきた中での出来事の一場面を、まあ、ちょっとフィクションしてたっていう感じなんですけども、なんとのっけから衝撃の事実が判明。湘南の風というグループ名からなんとなく湘南での出来事かなと思っていたあの歌詞は、湘南から1万キロ以上離れたジャマイカの地で生まれたものだった。へえ。当時ジャマイカに結構日本からレゲエのミュージシャン修行しに来てる若手とか結構日本人いて、友達の連れの女の子が
パンと日本から持ってきたもので何か作ってあげるよってみんなの分をパパパパパって作ってくれた後ろ姿を見ながらキュンとしてるイメージ。あの歌詞ってもともと若旦那さんが書かれたものなんですか？いや、これはもう本当にメンバーでみんなで書いたもので、うん、でも結構発案とかこういうコンセプトを持ってやろうとかっていうのは結構僕が持ってって、自分で歌ってるパートは自分で作ってることが多いです、ね、ちなみにあの2番の方で喧嘩してパチンコ屋行ってみたいな話あるんですけども、あれもジャマイカの話ですか？あれはもう完全に日本に帰ってきた後の話、うん、あのあそこ歌ってるショックアイ君がパチンコにハマっていて、その人パチンコ屋とか行ってるよねみたいなそういうのをワードに出していこうよ。なるほど、うん、じゃあやっぱ食会さんのパートはやっぱ食会さんの食会さんの色でやってますね、はい、時系列が順連感って結構ありまして、出会いからそしてこう育むで日本に帰ってきて多分同棲を始めたっていう設定ですね、うん、2番が、はい、で最後結婚しようかとは言わずに君なしじゃいられないんだって多分プロポーズみたいなサビになってますけど、そこまでが一連の時系列っていうものを大事にしてる歌です。シチューの CM 曲でおなじみ、うん、山崎まさよしお家へ帰ろう。1998年発売のシングル僕はここにいるのカップリング曲として収録されたこちらの曲、具体的なシチューの味や具材については謎に包まれているので本人に直接聞いてみた。どうも山崎まさよしです。あのシチューってこういうシチューっていうイメージってあるんですか？やっぱりシチューはあの例えばビーフシチューではないですね。よかった、やっぱホワイトシチューなんですよ。歌詞に詳細が一つもなかったお家に帰って作るシチューはホワイトシチューだった、うん、僕の中のイメージではやっぱり白いホワイトシチューで、でも白い湯気があってこういう歌詞があるように白いんですよ。やっぱり中に何が入ってるかはあんまり考えなかったですけども、まあ、まあね、いわゆるシチューちなみにその CM の曲で作ってくださいって言われた時に、はい、こういうシチューでみたいなことってこうなんか、あ、それはなかったんですよ。だから結局 CM って15秒と30秒のものだからサビからできたんですよ。でお家へ帰ろうっていうフレーズを歌って、で、あとから A メロとかをつけたんじゃなかったかな、あれ。ひょっとするとどういうシチュエーションで食べてるイメージだったのかなって。これを言ったらちょっと誤解を生むかもしれないですけど、貧しい家庭なり裕福なりにしても平等に食べれる食べ物っていうイメージなんですよ。フランダースの犬ってわかります？あれで貧しい子供がお家でシチュー食べてるっていうイメージなんですよ。そういった食べ物っていうイメージで多分思ってたと思う。